それでは、アスファミリーチャンネルでですね、また恒例の、宇宙大全のですね、この2024年9月のですね、裏話ということで、ここからお届けしたいと思います。MC は山本時臣です。よろしくお願いします。で早速、ちょっと今回のですね、ゲストに来ていただいた方をご紹介していきたいと思います。今回はね、いつもお一人なんですけど、二人。なんと流れで決まりまして、まずはですね、いつもまあ、このアースファミリーチャンネルでもたまにね出ていらっしゃいますけど、みっこちゃんってね、ご自身でもみっこーずジャーニーっていうYouTube も別途ねされてますけれども、アスカプロジェクトの、まあ、宇宙のねミッションでね、いつもこう海外祈りの旅をされてるんですけど、こうみっこちゃんと、このみこちゃんのご紹介でですね、小原大輔さんにですね、来ていただきました。で、小原さんはですね、どういう方かというと、何冊も本出されている作家さんではあるんですけれども、13の月の暦っていうですね、多分一般的な認知はマヤ歴とかですね、そういった感じでこう皆さんなんとなく13の月っていうと、そういうイメージがあると思うんですけれども、そのマヤ歴っていうもの、言われているもののその大元の暦、それがこう13の月の暦ということで、宇宙の暦なんですね。で、それを、すごくわかりやすい、本をたくさん日本のために書かれているのが小原さんで、小原さんはですね、そういった作家活動に限らずですね、時間芸術学校クリカっていうね、学校もされてたり、チベットのサポートのですね、また NPO でクリカっていうのを同じね、名前でやってらっしゃったり、あとその、まあ、そのチベットとかそういったものの関連で、このシャンバラ書道会っていうね、まあ、この師範もされてたり、剣舞天馬流師範っていうんですかね、っていう、たくさんいろんな肩書きを持たれて活躍されている方なんですけれども、まあ、このみこちゃんと小原さんとの JFC の対談というのを、まあ、やってですね、まあ、ここからちょっと裏話やっていきたいと思いますけれども、ですが、ちょっとゆうかさん、やってみてね、ゆうかさん的にどんな感じだったかみたいな、あったりしますか？はい。いや、なんか今回、すごい、難しい話を、お二人で、税士と小原さんでされてて、だいぶ、高度な会話をしていたんで、戻ってきてからなんかむしろどういう話だったんですかっていうなんか理解が全然間に合わないぐらい高度な話だったなっていう風に受け取りましたね。なんかゼウシもやっぱりこうすごく整理して喋ってくれる存在ではあるんですけど、やっぱりこう会話がうまく続かなかったりするんですよね、初めましてだったりすると。もうでも全然そんなことなく、やっぱ大学の講義ですかっていうぐらい、なんか二人がもう本当になんかすごい高度なお話されるっていう、もう見る人的にはすごく興味がある話では、まず、内容だったな。そうですよね。なんかよく宇宙大全ってね、こう大学宇宙のことを学ぶ大学院ですみたいな例えするんですけど、なんか今回の回は本当にこれ大学院な感じだなみたいな、すごい印象がありましたね。本当にそうでしたね。はい、そうですね。やっぱそうだったんですね。私ほら初めて、あ、そっか、みっこちゃんも、はいはい、プライベートで宇宙大全で何度もお会いさせていただいてますけれども、宇宙大全で出たの今回初めてだったので、で、初めてがお話だったので。もう学者だなと思って、学者 の宇宙会議に参加させてもらっているっていう、もう私もすごい情報量と、すごいこの、何ですかね、こう、私みたいなふわふわ系感覚女子が、ゼウスとお話しするときと全く違うというか、ものすごく事細かく言語化も、小原さんの上手な言語化で、宇宙の上司と対談されていたので、いやー、すごいなっていう時に、いきなりトキちゃんに、じゃあ、みっこちゃんって言われた時に、何も出てこなかったっていうぐらい、飛んでしまったぐらい、いや、こんなレベルの話をしてるんだって思うんですけど、やっぱ、今日は特別な、すごい回だった。なんか、すごい、本当に。大学院っていうのがぴったりくるぐらい、なんか学者さん同士がお話ししてるっていう感じでした。偉いところに呼ばれたなと思って、うん。そうですよね。まあ、そんなね、小原さんなんですけど、小原さん的にゼウシはね、こう初対面だったと思うんですけど、はい、アフタートークでもね、お話しいただきましたけど、ちょっとかいつまんで、小原さんのこうゼウシの印象というか、まあ、もう一回お聞かせ願ってもよろしいでしょうか。はい。はい、私は前もって、その、ゼウシがチャネリングして、こう、喋ってる様子は、何本かちょっと拝見させていただいてて、あ、こんな感じなのねっていうのは分かってましたけど、でもやっぱり自分が直接発する問いに対して
その場で、なんていうの、その場でのリアクションですね、うん。っていうのはやっぱり全然違うことなので、それで僕は今回、うん、その感動に近いというか、まあ、感動したんですけど、おすげえと思ったところが、とにかくその、全体に関する一貫性みたいな感じ。そのなんかこっち言っててこっちはちょっと矛盾してんじゃないみたいなことがあんまりほぼ感じなかったのと、それから質問に対しての答えですね。これが本当にすごくて、あのどんな人でもどんな、それこそ大学の先生とかで何かの場面で何とか講座とか言って質問ね、客席から質問していいですよってパッて質問して、質問してもなんかずれた答え先生する人とか結構いるんですよね。うん、それ聞いたことじゃん、聞いてることじゃないじゃんみたいな。ごまかされてないじゃん。それだ、そういうのがね、全然ない。全然なかった。だから、僕が聞きたいなって思ったことを聞いたことに対して、全くそのずれなく、しかも完結するまで答えてくる。うん、もしね、僕が役で、いや、僕はじゃあ、ゼウスになってみて、君よとかやっても、絶対に持たないんです。質問に対して、あれ答えたかな、これ答えたかなって、もう忘れちゃうぐらいの、結構長く答えてくださるじゃないですか。で、私がさ、自分で質問したら一応覚えてるけど、あの答えはどうなったかなって一応ちょっと心の中で思ってるんですよ。あの質問したことに対して。それがね、ちゃんとゆっくりこう喋ってきながら、結局全部ちゃんと答えてる。それめちゃくちゃ感動しました。30分のセッションの中では人間の動揺以外何の無駄もないですもん。間がないぐらい。そうですね、ありがとうございます。僕も、まあ、最初ゼウス会った時の印象と本当あの小原さんと同じ印象で、うん、これ人間がやったとしたら絶対できないなっていう印象が、うん、やっぱりなんか、ね、同じように思っていただいてるのが、うんね、まあ、そんな、ね、ゼウスとの対談で、まあ、みっこちゃんからね、つないでいただいたんで、みっこちゃんからの質問で、なんでね、このタイミングで小原さんとゼウスが、対談をすることになったのかっていう、まあ、すごい重要なね、メッセージもあったんですけれども、まあ、それは、かいつまんで言うと、まあ、このタイミングでその宇宙と、まあ、この地球と人間の、リズムっていうのをちょっとこう、いよいよこう合わせていくっていうか、合うタイミングなんだと。まあ、その時に、この13の月の暦、この宇宙の暦ですよね。まあ、これがすごく大事なんだって、まあ、すごいかいつまんで言っちゃうと、そういうことだったんですけど、まあ、このあたり、まあ、この9月からそういうタイミングに来るんだなっていうのはなんかこう僕的にもそれは初めての情報だったんで面白いなと思ったんですけど、またその13の月の暦をなんか使うことで人間のズレっていうか、まあ、太陽暦でやってればちょっとどうしてもズレちゃうことがなんかズレなくこう宇宙と表明できるっていうか、そういう理解を僕はしたんですけど、なんかそのあたりのこともね、小原さんならではの解説っていうかしていただいたので、ちょっとそのあたりもう一回ちょっと教えていただいてもよろしいですか。いや、お話はちょっと僕は興味深く実は聞いてたですね。で、その13月暦自体は太陽暦か太陰暦かというと両方入ってる、太陽太陰暦、だから太陽1年間の正確さも反映しながらお月様の周期もある程度分かるように、まあ、28日に区切る。どっちかだけにビシッてやっちゃうと反対、まあ、太陰暦に合わせちゃうと太陽の動きとすごいずれちゃったりとか、うん、ひと月分ね足りなくなっちゃったりとか、太陽に合わせちゃうとお月様は今のカレンダーそうですけど、我々が使って月の周期はあんま関係なくなっちゃうとか、それをちゃんと両立させながらまずそういう仕組みを持ってるんですけども、実はねさっきちょっと言わなかったことで急に思い出したんで、はい、太陽とかその要は、我々自身がだからなんていうかな、ズレを戻せるみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。はい。今のこれを見たと戻せないんだけど、今のっていうか、要は。それはね、私の理解ではこうだったんですね。その、グレゴリオ暦だろうが、他のこの世に現れてるいろんなカレンダーだろうが、共通してるのは、目に見えてる世界だけを、こう追っかけていくような、あるいはそれを測るようなカレンダーなんですよ。うん。13の月の暦っていうのはね、これ、ホゼアグエアス、提唱者のホゼアグエアスの言葉なんですけど、水平時間っていうその、まあ、今我々が使ってる昨日今日明日、水平時間ってやつと垂直時間があると、はい、垂直時間っていうのは宇宙の源からいつも瞬間瞬間来るみたいな、でこっちがね365日のカレンダーでこっちが260日で、どっちも13の鋳型で接続する構造を持ってるこのカレンダーを意識するとちゃんと、まあ、こうなるのかこうなのか分かりませんが、ピシッとするというか、
そのズレを現れてる世界と現れてない見えない世界と常々こうピタピタとさせていくみたいな、そういう仕組みを持ってるんですよ。だけどだからゼウスはああいうことをおっしゃった時、僕の中ではそういう理解で、なぜこのカレンダー使うとそのズレが調整できるみたいなことをおっしゃってたのかっていうと、自分の中での話なんですけど、自分使う人それぞれが自分の内側から来るインスピレーションとかファッションとかそういったものに突き動かされて動き見えないとかでやってくるみたいな動き、はい、普段我々が顕在意識で生活してる、まあ、昨日やって今日があってとかっていう、そういうのをちゃんと両方意識しながらちゃんとそれをきれいに合わせていくと、こっちに振り回されてだんだんこっちがなくなってくるじゃないですか。うん、でカレンダー自体もなんか天体とぴったりきれいなわけじゃない。だけど世界の人たちは多分こう見えてる世界だけじゃないところを含んでいるから、そっち側がちゃんと調整できてると見えてる世界の方に現れた肉体とかそっちも整えられちゃうっていうか、見えてる世界をだけを整えるんじゃなくて、見えてる世界と見えない世界両方を扱ってるんで、しかも綺麗にリズミックに扱ってるからピタッとできて自己調整できちゃう自分で。自分の心がなんかずれていくと、なんか変なことやったりするじゃないですか。あの自分自身でもね、迷いが出たりとか、あれ私なんでこんなことやっちゃったのかみたいな。でそういうのがその減っていくっていうか、なんか自分の内側から来る正直な感覚というか、ものと外の世界とこううまくチューニングしていけると、いつも自分自身からずれないみたいな、そんなニュアンスでおっしゃってたかなと僕は勝手に、はい、それで生きることでなんかその結果体が健康になるっていう。あ、そうそうそう。あ、でもそういうことだから、なんていうの、心のどこっていうか、見えないところがずれてやってると、もう現れた時にずれてるんですよね、なんか。あ、まあ確かに確かに。だからこれやりたくないんだけどなとか思いながらさ、なんかやっちゃってることとか、でも人生の時間がほとんどそうだったらそうなっちゃうじゃないですか。あ、確かに、すごい大事ですね、なんかそういうと、いろんなところが整っていく、本当に調和、バランスが取れていくんですね。そういう感じとして私は、思います。はい。ということでね、なんかすごいあのお話だったなと、あとまた小原さんがどういう方かみたいなね、あのそんな話も、中大臣の方ですからありましたし、やっぱりこうすごい重要なねお役目がやっぱりあるっていうね、うんうん、したけど、まあ、ちょっとこれ個人情報なんで言っていいのか分からないんですけど、あのいつも大丈夫これはちょっと中大臣見ていただいた方が嫌な気がしますけど、はい、はい、まあ、この小原さんならではのね、あのこうすごい印象的だったのは、その小原さん自身もこうすごくこう情報をね、あのどういうこういうの情報だったらこの人にとか、ちゃんとその辺をあのすごく気をつけてあの扱ってらっしゃるっていうのがすごく、あのそういうスタンスでずっとされてるっていうのがすごく印象的で、あの僕もそういう情報を扱う人間の側なので、すごいそれは気をつけてる方なんですけど、なんかすごくあの勉強になったなってすごく思ってたんですけどね。だから小原さんの中でそのこういう今みたいなこう大変革期になったタイミングだからこそ、なんかこう気をつけてらっしゃる、その情報の取り扱い方でね気をつけてらっしゃることって何かあったりしますか？それはもう13月のこの使い方と全く関係があるんですけども、うん、その自分でとにかく自分の感覚と自分の頭で考えることと自分で体験してることをちゃんと統合させるっていうか、うん、要は誰かが言ってるから、あ、専門家が言ってるからそうなんだみたいなやり方してる限りもうこうなっちゃうっていうか、今の世界みたいになっちゃってるんで、あのすごく簡単なことから何でもいいんですけどね、食べ物のことでも何でもいいですけど、身近なことからこれ本当に食べて大丈夫なのかとか、なんかそういうことから含めて、その自分の体が感じる感覚とか、それから何か違和感感じるんだったらちゃんと背後を調べるとか、そういうことを一つ一つやって、最終的にはその調べるのは直感力が正しいかどうかを確認するためなんですけどね、うん、皆さん多分直感で分かってると本当はこれちょっと違うんじゃないとかさ、うん、これは大丈夫かなとかやってると思うんですけど、それを裏付けを取ったりすると思うんですけど、今はそういうこともあんまり裏付け取らずにいろんな情報が次々やってくるから、はい、あのなんていうのかな、
ただただもうなんて受け入れてしまうっていうか、あそうなんだみたいな、みたいな状態になりやすいですよね。だけど必ず源に立ち返るというか、自分自身のソースに帰るというかね、そっからものを見る、誰にも条件付けられてない状態から見る癖をつけるのはすごい、すごい大事だと思っています。それはゼウス氏もなんかそういうことをおっしゃってたような気がするんですが。そうですね。まあ、ゼウスの場合、源そのものなんですけどね。そうですね。そうですね。まあ、そうそう、そうだ、ね。ありがとうございます。まあ、ゆかさんね、まあ、今回、まあ、ちょっとね、そろそろ時間前なんですけど、まとめ的にいかがでしょうかね。はい、いやなんかその私は本当に今回前週その小原さんとお話ししている中でこう時間の概念についてのことを言ってたのがすごい印象的で、もう時間自体がもう見えない世界そのもので、うん、なんか そこだけで私たちも生きてる以上その時間にこう取り囲まれて生きてて、それのこう感覚とかをどう捉えるかでもう本当にこう生き方の質っていうか日常の質が全然変わるから、まあ、今回そういう意味で時間っていうのはもっと美しいものだみたいな、なんか芸術的なそういうアーティスティックなそういう感じで言ってくれたのが、なんかもう時間自体がそれくらいこうクリエイティブで美しいもので、私らの生活、日常のほんま何気ない一日ですらも、そんだけね、美しいんだって思わせてもらえた、そういうこう、情報を今回聞かせてもらえたんで、なんかそれはすごいなんか良かったなって思いました。じゃあもうこれで何時間向こうの編集部の方に待たされても、待たされてもこの時間は美しい、この待たされた時間にふなんか空をずっと眺めてそうとかがなくなる、ね、編集部の人って3時間ぐらい待たされたりとか当たり前なんですけど、まあ、その間外で待ちぼうけってこの間シャッサー行った時に外で本当に2時間ぐらい待ちぼうけだったんですけど、この間ずっと雲を眺めて日本にいる時ってそんな時間ってないなんかやろうみたいになるんですけど、もう電波も届かないし、なんか空を見るしかなくて、でもそれで2時間折れたっていうのもね、そういえばそうね、あれもクリエイティブな時間だったんで。自分で時間の概念を変えていく。変えていく、塗り替えていくっていう、すごい面白いお話を聞かせていただきました。いやありがとうございました。じゃあ今回はね、僕実はっていうか、なんていうの、僕時を見て名前なんで、時がすごい僕も大事にしてたんで、今回の対談は僕個人的にもすごく本当に学びになったんで、僕はもう現代にだいぶ読されてる方なんで、もう本当先住民タイムをちょっとなんとかこうリズムをこう合わせるために13の月の暦ですか、使わせていただきたいなと思いました。なんかその13の月の暦を使いたいってなった時は、小原さんが提供されてる本とか、あと、はい、なんか元になるその、はい、無償公開されてる、はい、パンジャパンライブラリーっていうね、パンというのはプラネットアートネットワークなんです。はい、だから芸術的って言いますね。惑星芸術ネットワークジャパンってなってて、そのライブラリー、まあ、図書館みたいになってる資料庫みたいなところとか、はい、必要な情報は大体全部無償であります。無償であるんですね。無償ですね。はい。ということなので、ぜひね、そちら、ご覧いただいて、まあ、僕もちょっとね活用させていただきたいなと思います。うん、ということで、じゃあ最後ちょっとみこちゃんいただきますか、メッセージ。はい、いや今日は本当に突然このように私もなんかお招きいただいたという感じで参加させてもらったんですけども、いやすごく面白い話でした。なんか、本当に小原さんと2回ほどしかお会いしたことなくて、会った時間ものすごく短かったんですよ。でもなんかアイルタイガーで起きたこととか、いろんなことが、全部これ、それこそ宇宙の13の月の暦の中に、なんか私と小原さんのシンクロがあって、そしてこの今回の宇宙大全の、ゼウスメッセージをなんか最後というかいただいたときに、こういう感じでなんかこう、
これがまさに宇宙の流れというか、なんか頭で理解できないところのなんか感覚とか、執着してるっていうか、この私たちの出会いですね。すごい、面白い話を今回聞かせていただきました。めちゃくちゃ、情報量多かったんですけど、すごく楽しい回でした。13の月の頃に私も使います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、このまま最後にまたゼウスからの9月のね、メッセージをお届けして終わりにしたいと思いますので、じゃあ本当に小原さん、みこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんが今多くの変化を感じ、ご自分の行動を変えていらっしゃるかと思われます。今、外の世界に対し、それに対応するかのように動かれている方も多くいらっしゃるでしょう。あなた方の世界が、社会が大きく節目を迎え、壊れ、変容を起こしております。そしてその中には、自然界の変化も関わっております。皆さんがこの環境の変容に対し対応するということはとても大切なことです。しかし、現実にばかり目を向けないでください。今日皆さんには時の話についてお話ししました。未来は今作られております。今の皆さんの状態がすでに未来として立ち上がっているのです。そしてこれまであなた方が歩んできた過去も今のあなた方が作っておられます。皆さんは今この時点で起きていること、その対処に追われるのではなく、今この状況の中でご自分たちがどういった世界、どういった環境に生きていきたいのかをより具体的に鮮明なイメージになるまでしっかりと心に思い浮かべてください。それこそが本来あなた方が持っている創造主としての全てのものを生み出すことができる力を思い出させていきます。人は転換期やご自分の生命の危機、そして環境の変化による防衛本能、そういったものが強く出る時期に本来の創造性、神の意識を思い出すことができます。皆さんは今このタイミングでご自分たちが全てを生み出すことができる力があるということを思い出していくことができるでしょう。どうかこれを大きなチャンスだと捉え、新しい未来のために今の現状を切り開いていってください。皆さんが不安の中で進むことのないよう、我々もたくさんの光を皆さんに広げていきたいと考えております。今日はお呼びいただきありがとうございました。またどうぞお呼びください。